第2代ロンドンデリー公爵ロバート・スチュアートは、アイルランド生まれのイギリスの政治家、外交官。就職前に称していた、カースル・レイ・シ爵の儀礼称号で知られる。ダブリンで、アングロイコール・アイリッシュ系貴族の家系に生まれる。父は、初代ロンドンデリー公爵ロバート・スチュアート。アイルランド議会の議員を務めた後、イギリス議会に入り、アイルランド王国のグレート・ブリテン王国への併合を。 定めた1800年の合同法の制定に尽力した。その後、イギリスの外交を主導し、ウィーン会議にもイギリス代表として出席した。父の死により、公爵位を継いだ1821年頃から精神に異常をきたし、1822年に自殺した。過労が原因であったと言われる。公認の外務大臣になったジョージ・カニングとは、懸遠の中で、 1809年9月には決闘まで行い、カニングに重傷を負わせたことがある。この事件でスチュアート、カニングの両名はそれぞれ陸将と外将を辞任する事態となった。ありがとうございます。